Korean Japanese instrumental band. I'm glad meeting you. Please enjoy the Kukanko for one more life.CWEB チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。11月2日土曜日22時半になりました。インストバンド空間工房でトランペットを吹いています篠原です。空間工房ラジオソララジ2回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、ラジオならではのテーマを設けてお届けします。突然ですが、ソララジ向けにコーナーの間に挟む SE を作りました。聞きたいですか？聞きたいですよね、ちょっと聞いてみてください。どうぞ。生音じゃなくて申し訳ないですが、生音で撮った版をいつか作ります。これ曲になりそうなので、このまま新曲として作ってしまおうかなと、この今流した曲の短い版を SE として使おうと思っております。ソララジ、本日のテーマは秋といえばについて話していきたいと思います。テーマの前に、まずは空間工房の曲を聴いていただきましょう。つい2日前はハロウィンだったということで、お化けな雰囲気の曲をかけましょう。空間工房のセカンドアルバムビートオンボーダーに収録されている夜会への招待。ただいまお送りしているのは、空間工房で夜会への招待、インストバンド空間工房のラジオソララジオをお楽しみいただいておりますでしょうか。さて本日は渋谷にお勤めのサックスの川崎がトークゲストとして来ています。こんばんは。はい、こんばんは。渋谷のハロウィンすごいですよね。そういきなり渋谷のハロウィンの話ですか。ね、タイトルコールの時にハロウィンって言ったから。ハロウィンね。いやすごいですよね、渋谷のハロウィンね。僕はあっち側のスクランブル交差点側じゃない側の方に勤めてるんですけど、去年はちょっと様子見に行こうかなと思ってスクランブル交差点まで様子見に行きましたね。
ってやっぱ仮装してる人本当に多くて、あのハチ公前のところとか、あの YouTuber とかいたりして、なんか撮影とかやってましたね。あのスクラムコスプレ結局渡んなかったですけどね、あの iPhone で動画だけ撮って、あすごいねって言って帰りましたね。なんか印象的なその衣装した人とかいたんですか？あのウォーリーとかいましたよね。ウォーリー探せるとね。あとちょっとね、あのセクシーな格好してるね、はい、あのナース的なねなんかちょっとあの血のりとか塗ったナースみたいなね、いましたね。あちなみに稲見はコスプレの経験は？コスプレ仮装か、仮装か、仮装の経験か。あの吹奏楽部だったんでね、中学校高校ね、あの大体あの第3部にポップスやるじゃないですか、あの時になんか変な格好しますよね、なんかね、あの1年生の時とかはなんか女子の先輩にいろいろなんかかぶせられたりとかね、なんかあの宇宙のなんか頭の上になんかボールが2つついてるカチューシャみたいなつけさせられたりとかね、ありましたね。そうディズニーとかね、個人的にはないですけど部活でねそういうコスプレはねありました。吹奏楽あるある、吹奏楽あるあるですね。あれね、なんであんなあのバラバラの衣装でね、みんなねおのおののなんかやつやりますよね。やるわ。ソララジ、はい、では改めて、まずはリスナーの皆様に自己紹介をお願いします。はい、自己紹介ということで、サックスをやっております川崎稲見です。空間工房のリーダーとして、いろいろ前ライブ中に MC でね喋ったり、空間工房これから何していこうかなってことを普段考えてます、うん、そう考えてらっしゃるね考えてますよ。次の施策みたいなの考えてる。あ、次の施策ですかこのね、あのラジオもまた一つの、うん、多分施策としてはね、あのとてもいいものだと思うので、うん、自分たちでメディアを作るっていうところがもっと、うん、うまくできるようになったら、うん、強いですよね。ホームページがあって、うん、音楽が作れて、それを発信できるラジオっていう場があって、で動画編集もできてってなると、うん、自分たちがやってることを届けられるっていうところで良くなっていくんじゃないかなと思うので、うん、まあ、このラジオがね、その、一つのメディア発信としての足がかりになればいいなと思いますよね。なんか僕、よく友達にですね、うん、その、空間工房って今後どうしていくの？みたいな、はいはいはい、はい。聞かれるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そう、で、僕、大体、フェスに出るのかなって言ってるんですけど、はい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 、はい。そう、稲見的に、なんか思惑みたいな。ああ、なるほど、なるほど。あります。はいはいはい。やっぱね、音楽だけで食べていくっていうのが、やっぱ今のこのサブスクの時代、なかなかやっぱ難しいなってことは、まあ、ちょっとだけこう足をね、半分音楽業界に足を突っ込んで、なんか思うとこですよね、正直ね。で、自分たちはみんな、会社員として、働いている中で、このバンドがやれてるからこそ、なんかうまく、5人としてこう歯車が回ってるなーって、まあ大変なんだけどね、大変なんだけど思うんですよね。なんで、まあこのスタンスは変えなくてもいいんじゃないかなとは思ってます。なんか、もしね、すごい人たちから声かけられて、何かプロにとか、このレーベルでとか、いろいろ話がもしかしたらあるかもしれないけど、まあ、このスタンスは崩さずに、できるところまでの範囲で、発信できるしね、今このネットの時代だったら、でファンの方ともなんかつながりっていうのもできるし、音楽に全振りしない人生だからこそなんかできるものとかやれるものもあるんじゃないかなとはね、思ってるね。だからやっぱ各々がみんなさ、会社に出てとかさ、社会に出ていろいろ吸収してるからこそここでさ消化できてる部分もあるからしくて、これが全部音楽ってなるとなんか出てくるものもだんだん薄くなってきちゃうんじゃないかなみたいなことを思ったりしますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ楽器について聞いていきましょうか。はい、稲見の好きなサックス奏者は誰ですか？サックス奏者ですね、ボブ・ミンツァーっていう、サックスの、ね、方いまして、まあそれはもう
世界的にも超有名プレイヤーで、まあ、ビッグバンドのリーダーとかもやってるんで、僕たちビッグバンド大学の時やってたんで、まあ、そこで知った人ではあるんですけど、まあ音をまずもう一音音を聞いただけでなんか引き込まれるというか、でソロのもうパターンの多さというか、うん、いろんなもうコード進行に乗りなんか寄り添いながら出てくるフレーズのもう豊富さ、うん、もうそこが素晴らしいなと思って、うん、ボブ・ミンツァーをずっと聞いてますね。でそのボブ・ミンツァーが所属してる4人組の、イエロージャケッツっていうバンドがあるんですけど、それはあのブルーノート東京に大学の時見に行きましたね。で一番前の席行って、あブルーノート東京じゃなくてあのコットンクラブ東京、うん、コットンクラブのところで一番前の席で聞きましたね。へえ。今まではなんかねマイクとかあのスピーカー越しに聞いてた音だったけど、やっぱ一番前で生音で聞いて、あこんな綺麗な音なんだみたいな、なんかそういうなんか衝撃はありましたね。ボブ・ミンツァーってあのディメンション・イン・ブルーって書いた人、うんうんうん、書いてます、合ってるかな、確かテクノポップ書いた人ね。ああテクノポップね、うん、コーストでやった曲ね、うんうん、あとあれかな、グッドニュース、グッドニュース、うん、結構ラテン系な曲がビッグバンドの中でも多いかもね。ボブ・ミンツァーは大学で知って聞き込んだ、うん、そうだね、やっぱ中高の時にはクラシック系のテナーサックスの奏者ってすごい少ないのね、うんうん、やっぱ音大がアルトサックスじゃないと受けれないからっていうのもあるんだけど、そうそうそう、そのクラシックで、サックスでプロでテナーを中心にやってますっていう人はまずいなくて、アルトサックスがまずキーで中心にあって、カルテットとかアンサンブルやるからバリやります、ソプラノやりますって、テナーやりますって、うん、っていう風に分かれるからね。テナーだけの人はね、新井さんっていうね、トルベールカルテットっていうクラシックの、まあ、サックスのね40層があって、そのテナーの人の音をね、この人を目標にしようと思って中学高校の時はやってたかな、はい、けどもね、大学入ってジャズになったらもう真逆の音を求められてるから、まあそこは結構自分の中で頭の意識みたいなところはね変えたかな。うん、うん、そういえばなんだろう、稲見は音大とか出さなかったんですか、うん、それでいくとさっき の, アルトサックス問題があって、なるほど、中学の時に、まあ、テナーサックスを結局選ぶことになったんだけど、うんうん、それで高校入ってそのままやっぱいいテナー買ってもらったからそのまま続けるってなって、で音大の一応一回考えたことはあったんだけど、うん、アルトサックスじゃないと受けれませんってなって、あーなんかちょっとそっかみたいなちょっと思ってたのと違うなみたいなね、うん、なんかトロンボーンはテナートロンボーンでもテナーバスでも受けれた気がするんだけど、なんかねサックスはアルトじゃないとダメっていうのがあって、それでなんかああならいっかみたいな、まあ、それぐらいの感覚だったかな。なるほどです。ソララジ、ちなみに今回2回目の放送ですが、はいはい、初回の放送は聞きましたかね。福間さんとの、福間さんとの、福間さんとのやつね、ツッコミ不在でなんかねなんか面白かったですよね、あれはね、あれでね、うん、なんか皆さんもねぜひ聞いてほしいですよね、あれ1回目のやつもね。うん、そうですね、うん、1回目のやつは YouTube に上がってるんでしたっけ。上がってますよ。上がってるんですね、うん、上がってます、うん、じゃあぜひね YouTube で聞いてほしいですよね、うん、なんかあれ一緒にいなかったんですよね。そう、確かスカイプでこうやりながら収録をした、うんうん、だから皆さん想像してくださいね、2人は同じ空間にいないけど会話をしてるっていうのねちょっと思いながら聞いたらもうねまた面白いかもね。面白いかもしれない、うん、さて、本日のテーマは秋といえばって続けていくのこれからは、うん、秋といえば何々とか言おうと思ったんですけど、うん、なんか秋といえば〇〇だとちょっとなんだろうな、よくあるあるじゃないですか、うん、だからあるあるじゃないそのテーマってなんだろうってなった時に、
ふふふみたいな。もう笑っちゃってね、もう、ふふふふんがちゃんと言えてないもんね。そうね。で、あの、うん、そういえば、さっきのあの、コーナー挟む時の、うん、あの、作ってたあの SE のね、あれ、生音で、あの、撮りますって、うん、出しますねって言った時、うん、あれ、トランペット入ってなくないですか、あれ。入ってないっすね。あれ、僕がやるっていう。いずれ撮ってもらおうと思って。あ、本当ですか。うん、じゃあ、僕が、撮ったら、皆さんに生音で提供すると。それがいつになるか。まあね、うん、いつになるんですかね。いつの間にか変わってるかもしれない。そのね、あの、切り替わるタイミングもね、お楽しみに。うん。はい。じゃあ、ふふふふんいきますか。ふふふんの話しますか。はいはい。まあ、秋といえば。うん。うん。秋といえば何ですかね。ね、秋といえばっていうやつ、あの、テレビとかでもね、うん、よくやりますけど、あの。よくある。もうなんか最近何でも良くなってませんか？確かに。なんか、うん、食欲の秋とかね、スポーツの秋とか言いますけどね。芸術の秋とかね。芸術の秋とかね。もう、何でも合うよってことですね。うん、要は。秋なら何でもしていいってことだね。ね。っていうことでね、うん、あの、空間の秋みたいなね。空間の秋？うん。なんだ、空間の秋って。あ、もう秋になったら、あ、もう空間工房の季節だな、みたいな。あんま秋バンドを別に目指してるわけじゃないですけどね。秋バンドみたいなのあるっけ？なんか秋ってね、うん。夏バンドはね、チューブとかね、あ、サザンとかね、そうだ。夏バンドって感じだよね、うんうんうん。ちょっと秋バンドって渋いか。秋バンドね。うん。せめてなんか春でありたいかな、ね。春バンド。春バンド。春バンドといえばみたいなの、あんま出てこないけど。うん。あれですよね、音楽も外で聴いても、まあめっちゃ夏フェスみたいに暑く、うんうん、暑いわけでもないし、うん、外で音楽聴くにもね、ちょうどいい季節ですよね。そうですね、うん、ね、秋といえば音楽フェスみたいな感じしますよね、うんうんうん、秋のフェスっていうのもねあるんですかね。そうそうそう、なんかね、あ、そうそう、ちょうど、まあ、今収録してるの10月14日なんですけど、うんうん、まあ、来週かな、うん、来週か再来週に焚き火フェスっていうのがあるんですよ。焚き火フェス、そう、うん、で、そこに出ているそのワールドマップスさんっていうのがすごくおすすめで、うん、っていうかあれだよね、一緒にワンマンライブ見に行ったよね。うん、そうだね。 それもまた渋谷だったけどね。そうそうそう、ワールドマップスの楽曲というか、なんかライブのパフォーマンスっていうのかな、うん、最高だったね。人のね、良さというかね、そうそうそう、なんか温かみというかね、うん、あの人たちの仲の良さみたいなのがすごい存分に、うん、ね、出てる感じしたよね、うん、またね、そのコンガ担当の人が、まあ、サポートでね、サポートで入っていたのに、うん、あのまるでメンバーのような、うん、あの笑顔といい、そうだね、あれは見習わないといけないなと。まずワールドマップスさんはどんなバンドなんですか？そういえばそうだったワールドマップスさんは、うん、まずインストバンドだよね。そうそう、インストバンドで、うん、マウンテンポップっていう音楽を、まあ、提唱しているバンドですよね、うん、まあ、そういうキャッチフレーズでね、そうそうそう、やってるんですよね。でこの間、フジロックにも出てたし、うん、ルーキーア55のね、そうそうそう、ステージで出てましたよね。いや、本当憧れというか、うん、まあ、目指したい形の一つでもある感じしますよね、うん、そうですよね。管楽器はいないんですけど、まあ、ギターとベースと、あとギターやったりキーボードやったりね、いろんな楽器やってる人とね、でドラムの4人組でやってて、僕たちが行ったワンマンの時にはサポートのね、本番の人がいたと。素晴らしかった、うん、音楽がねすごいキャッチーで、自分たちもやってる音楽ね、あのサビが歌えるような曲にしたいなとか、あの耳なじみがいいというか、そういう楽曲を目指して作ってることが多いんですけど、うん、もうそれのもう最上級というかね、うん、うんうん、なんでぜひ皆さんもね聞いてほしいですよね、ワールドマップですね。ぜひ YouTube にもね上がっ、うん、あの PV とか上がっているので、ね、うん、で自分たちのね年齢がすごい近くて ね1個上2個上ぐらいでね、うん、そこら辺もね、あのワンマン終わった後に少しお話しさせていただいて、なんか僕たちのなんか若手のインストバンド東京で盛り上げていこうよみたいなね、うん、そういう話をちょっとさせていただいて ねあれすごい嬉しかった ね、うん、ワールドマップのねグッズもまた可愛いっていうね、うん、ベースの方がデザインされていて、うん、なんかどうやらデザイナーらしいんですけど、うん、すごいな、ね、うちにもねいますけどね、クリエイティブ担当の、ね、うん、ね、ベースがねちょうどね、うん、空間のね、うん、ビートオンボールなんて書いたシャツのね、うん、まあ負けてないんでぜひ、うん、どこで買えるんだっけ、スズリ、スズリね、うん、スズリで買えますので、うん、僕も普段着てますんで、うん
あの僕もねサコッシュとあのトートバッグを普段使ってますね。ソララジ。はい、今回のテーマは秋といえばふんふんふんをお送りしました。まだなんかちゃんと言えてない感じしますね。ふが何回 なのが正解なんですかこれは。ふんだから4つ、うん、4つね。ふふふんですよね。ふふふん、そう、ね、あちゃんとねあの4つ入ってるかっていうところねチェックしてね、あ今言えてなかったなみたいなね、そういう楽しみもね、確かに、うん、あの YouTube なりアーカイブ放送でね聞いていただければと思います。では空間工房の楽曲をお届けしましょう。稲見のお気に入りの曲か空間工房の秋っぽい曲とかどうですかね、うん、秋っぽい曲、そうスプリングデイとか。スプリングデイもう言いながら笑っちゃってますけどね。スプリングね、スプリングはもう完全に春の曲ですけどね。まあでもスプリングって、うん、秋っぽいような気もするよね、あの聞いてるとね。そうですね、聞いてる方に言われたのがなんか明るいんだけどその中に切なさを感じますみたいなね、うんうんうん、こと言ってもらう方もね、うん、いらっしゃいましたね。うん、じゃあそのスプリングデイをスプリングデイでいいんですか、はい、お届けしましょうか、はい、ではタイトルコールお願いします。はい、では、空間工房の1枚目のアルバム「ハロー空間」に収録されているスプリングデイお届けいたします。空間工房ラジオソララジオをお送りしております。ツイッターなどでラジオのテーマやお題を常に募集中です。最近ハマっているものは何、おすすめのアーティストは誰など、さまざまなお便りをお待ちしております。ツイッターは空間ジャズまたは空間工房で検索、 DM でもツイッターリプライでも匿名質問サービスのペイングでも募集しております。今日のコメントいただけたら嬉しいです。前回の放送を視聴したリスナーのクーリンさんからツイッターでコメント質問をいただきました。とても楽しく聞きました。歩きながら聞いていたのですが曲の部分はノリノリになってしまい、旗から見たら変だったかも。いやそんなことないですよ。ところでどうして篠原さんがパーソナリティに決まったんですか。次の放送で聞かせていただいたら嬉しいです。はい、なぜ僕がパーソナリティになったのかについてですが、よく勉強中とか車の運転中に FM の J-WAVE をよく聞いていて、そこでラジオパーソナリティってすごいなって思っていたんですね。まあそこでいつかやってみたいという憧れがありました。まあラジオパーソナリティって自分の好きな楽曲を流したり自由にトークをすることでそのリスナーに新しい音楽を知ってもらえたり、パーソナリティの考え方や価値観が新鮮で勉強になったり、そういう楽しませてくれる役で素敵だなと思っています。まあただ僕はとってもシャイな性格なので喋り下手なんですが、これから精進してまいりますのでよろしくお願いします。以上、質問コーナーでした。ソララジ。はい、空間工房の、活動報告をします。先月の10月2日にですね、僕らの MV 制作のクラウドファンディングが終了し、なんとまあ目標の半額が集まりました。本当に感謝感激雨嵐です。支援していただいた方も、見守ってくださった方も本当にありがとうございます。現在 MV を鋭意制作中ですので、温かく見守っていただけますと助かります。はい、次に
前回のライブの振り返りをします。10月14日にジャズインフ中が開催されました。天気はあいにく雨模様でしたが、なんと空間工房の演奏中は雨が止み、最後にほんの少しだけ雨が降ったくらいでしたね。僕らが終了した後、物販のコーナーでですね、なんと、まあ、ラジオを聞きましたと声をかけていただいた方がおりまして、とっても嬉しかったです。引き続き、頑張っていきます。次に空間工房のライブの宣伝をさせてください。11月4日月曜日祝日、文化の日ですね。神奈川県川崎市のイベント、川崎ジャズ2019に出演します。時間は16時15分から16時45分。場所はラチッタデッラの中央噴水広場です。ラチッタデッラに来たことがある方は必ず知っているあの中央噴水広場です。ぜひぜひお越しください。次に11月10日日曜日、シンガーソングライター兼舞台俳優の山岸健太という熱い男がいるのですが、彼のバンドの 4&1/2 と書いて 4&1/2 というものですが、 4&1/2 のワンマンライブのサポート出演が決定しました。ライブ名は山岸健太と 4&1/2 の小さな部屋というタイトルで、場所は下北沢440という場所で開催されます。山岸くんとは3年前くらいに北千住で対バンをしてから長い付き合いで、ちょくちょくライブステージでコラボしているのですが、今回はがっつりサポートです。 4&1/2 の楽曲を数曲、山岸健太のソロの楽曲を空間工房が本付きのバンドアレンジでやります。 4&1/2 の楽曲は Spotify などのサブスクリプションサービスで聴けますので、ぜひ聴いてみてください。ライブの情報を復唱します。日付は11月10日日曜日、山岸健太と 4&1/2 の小さな部屋、会場は18時半から、開演は19時からです。場所は下北沢440で、チケットは前売りが3000円、当日が3500円、プラスドリンクです。チケットのご予約は山岸健太のツイッターに直接 DM をお願いいたします。ソララジ、インストバンド空間工房がお送りする空間工房ラジオソララジ、そろそろ終了のお時間がやってまいりました。次回は来月12月7日土曜日22時半から23時の放送予定です。次のゲストはまだ決まっていません。誰にしようかな。はい、最後にお送りする曲はファーストアルバムハロー空間に収録されている UK のピアノバージョンをお送りしたいと思います。空間工房セカンドアルバムビートオンボーダーに収録されている UK サンセット、お相手は空間工房トランペット担当の篠原でした。またね。